Hey, what's up, YouTube? どうも、ソーシャです。はい、ということで、本日はですね、新しいスニーカーを買いましたので、それを紹介していきたいなと思うんですけど、今回ですね、久々に海外から購入したんですよ。で、それが届きましたので、紹介していくんですけど、これはですね、もう早く開封して、もう履きたかった。で、届いたのがですね、こちら。今回こちらなんですけど、海外のスニーカーショップでエンドというショップがありまして、今回そこで買った一足です。これはですね、まだ開けてないんですけども、絶対にいい。こちらっすね。こちらナイキエアフォースワンの箱。でもこのタイミングでエンドで注文して中の箱がエアフォースワンということなので、まあ、詳しい方であればですね、なんとなく中身がもう予想がつくんじゃないかなと思います。で、今回買ったこの一足なんですけど、海外の方でですね、先行発売されまして、日本国内だとですね、12月に発売が予定されている一足です。やっとこう実物を見れるのでちょっとテンション上がってるんですけど、やっぱいいっす。ナイキエアフォースワンミッドクイックストライク NYC ホワイトでございます。ということで、今回紹介するスニーカーはですね、こちらの一足なんですけど、めちゃくちゃいいっす。まあ、この一足はですね、ぜひご覧いただいている皆様にもおすすめしたい一足でして、というのもですね、ご覧いただいている皆様もあのキャップでですね、ヤンキースのキャップを持ってる方って多いかなとは思うんですよ。まあ、今もですね、僕被ってるのはヤンキースですし、まあ、他にもですね、まあ、ニューエラこんだけ用意したんですけど、結構いっぱい持ってたりするんですよ。ニューエラだけで、1、2、3、4、5で6か。ニューエラだけで6個ありますし、あとは47とカーハートのコラボであったりとか、あとはナイキのですね、クラシック99であったりとか。まあ、こんな感じでですね、男性女性問わずですね、ヤンキースのキャップって持ってる方って多いかなって思うんですよ。もうそんな方にはですね、もうぜひおすすめしたい一足ですし、まあ、持ってなかったとしても本当におすすめしたい一足です。で、このモデルの説明なんですけど、後でね、こう、よりの映像っていうのは見せますので、そこで詳しく説明はしようかなって思うんですけど、まあ、ミッドカットのエアフォースワンっていうのがベースになっておりまして、まあ、ここの、ベルトの部分であったりとか、ヒールタブの部分とかにですね、NYC のロゴが入ったモデルになります。前にね、動画でも紹介したんですけど、こっちのグレーのモデルがリリースされまして、まあ、これに続いての第2弾のモデルとなります。で、90年代にですね、この NYC ロゴが入ったモデルって他にも何色もリリースされておりまして、もう本当にその当時から90年代からスニーカーを追っかけてる方からすると、この NYC ロゴが入ってるだけで欲しいっていう方もね、中にはいらっしゃるんじゃないかなと思います。まあ、そんなモデルであると。で、前回のですね、こちらのグレーの方が1998年にリリースされたモデルの復刻という形になりまして、今回のこちらの白のモデルですね、っていうのは新色となります。で、1995年にですね、これに似たような感じで真っ白ここに NYC ロゴが入ったモデルっていうのはあったんですよ。で、それに似たような感じでちょっとアレンジを加えられたような、よりこうニューヨークならではのデザインっていうのが落とし込まれたモデルなのかなと思います。ということで、よりでですね、もうちょっと詳しく見ていきましょう。はい、ということで、上から見てみるとこんな感じになっております。まあ、こんな感じでですね、アッパー全体がこう白になっておりまして、まあ、サイドパディのスッシュの部分ですね。ここのスッシュがですね、こんな感じで乳白色のですね、ジュエルスッシュになっております。まあ、ここは特にいつものエアフォースワンと違う部分かなと。で、まあ、ミッドカットということでですね、まあ、ここにベルトがついてるんですけど、ここですね。ここにこんな感じで NYC のロゴ。あとはこのシュータンの部分と、このヒールの部分にも NYC ロゴが入っております。で、この履き口の部分ですね。ここがネイビーで縦縞が入ってるんですけど、これはですね、多分ニューヨークということで、ヤンキースをイメージしてるんじゃないかなと思います。で、さらになんですけど、このアウトソールです。で、アウトソールがですね、こうガムソールになっておりまして、まあ、ここもですね、いいなと思うポイントの一つなのかなと思うんですけど、まあ、それよりもですね、ここですよ。こっち右足の方はですね、こちら5番と4番。で、こちら左足の方はですね、こう6番があるんですけど、これがですね、ニューヨークの地下鉄の番号になります。ニューヨークに行ったことがある方はわかるんじゃないかなと。で、この4番のラインでですね、ヤンキースタジアムの駅があるんですけど、2018年にですね、ニューヨークに行った時に、このラインの、この電車に乗ってですね、ヤンキースタジアムに行きました。で、その行った時というのがですね、ヤンキースの試合がなかったので、もう外からね、そのヤンキースタジアムの写真を撮ったりとか、こう動画を撮ったりとかしただけだったので、今度行く時はね、ぜひこうヤンキースタジアムでこうヤンキースの試合を見たいです。一応概要欄の方にですね、前にニューヨークに行った時の動画のリンクを貼っておりますので、ぜひこちらもご覧いただき
ければなと思います。で、その前に行った時というのがですね、2018年行った時っていうのがメインがカナダのトロントに行ってたんですよ。で、それの最後に、トロントから移動して、ニューヨークに行ったんですけど、まあ初日がですね、双方であったりとか、まあそこでこういろんなスニーカーショップを巡ったりして、で、2日目にですね、アウトレット行ったりとか、こうヤンキースタジアムに行ったりして、で、3日目の深夜にね、もう出て飛行機に乗って帰ってきたんですけど、結構バタバタだったんですよ。もう予定詰め詰めで。まあだから次ニューヨーク行くときはもうちょっとゆっくりしたいですね。あのニューヨークの動画をね、こう見ていただいた方はわかるかなって思うんですけど、まさかこう YouTube をやってて、あのタイムズスクエアでこう動画を撮るなんては思ってなかったですね。で、前に買ったクールグレーと並べるとこんな感じです。どっちもいいんですよね、これ。もうこの2足はですね、もう本当にこうニューヨークらしいデザインを落とし込んだ、モデルなのかなと。まあヤンキースのビジターのユニフォームなんかグレーですし、まあこっちはこうネイビーでこう縦締めが入ってたりと、こうヤンキースらしいデザインがこう落とし込まれたモデルなのかなと思います。まあなので野球が好きな方、はもちろんおすすめですし、まあそうじゃない方もね、使い勝手もいい一足なのかなと思います。皆さんはどっちの方が好みですかね？はい、ということで実際に履いてみるとこんな感じでございます。で、僕ですね、エアフォース1のミッドカットを履くときなんですけど、この、画像のですね、画像っていうか映像の真ん中と右側、みたいな感じでですね、もうシューレースもほどいて、でもゆるゆるにしてですね、で、ベルトの部分ですね、っていうところも外して、いつも履いております。っていうので、まあ、そんな感じで、見せているんですけど、一番左ですね、っていうのはシューレースも締めて、ベルトも縛って、履いておりますので、ぜひ履くときのですね、まあ、参考に、していただければなと。まあ、ここに関してはですね、もう本当に好み、っていうところになってくるかなと思いますので、まあどちらが正しいとかっていうのは僕はないかなとは思っています。まあこんな感じで僕は履いていると。で、まあ今回ですね、まあ白ベースですね、前面がホワイトなので、まあ上に着る服ですねっていうところは別に色も選ばないかなと思いますし、まああの履き方ですね、細めのパンツで縛ってっていうところもいいかなと思いますし、もうそこは本当に好みで、分かれてくるんじゃないかなと。あとはアウトソールがガムソールっていうところもいいですよね。で、まぁ、今回ですね、この撮影の時にオーバーオールを着てたので、まぁ、その時にね、合わせて履いたんですけど、下にはですね、靴下っていうのはヤンキースの靴下、これニューヨークで買ったかどこで買ったかはちょっと覚えてないんですけど、もう全面ヤンキースということで、靴下もヤンキースで揃えております。で、このミッドカットのエアフォースワンなんですけど、僕学生の頃ですね、結構リリースもあったので、僕も履いてたんですけど、まあそれ以降ですね、あんまり履けてなくて、ここ最近リリース自体もあんまりなかったじゃないですか。まあそれもあって、ちょっと懐かしいなっていうのもありますし。で、今回ですね、こちらエンドで注文したんですけど、支払い金額を見るとですね、15,649円だったんですよ。で、日本国内での定価が14,300円なので、まあちょっと1000円ぐらいですかね、割高になってしまったなと。で、まあ海外からの注文なんで、まあ関税がかかったりもするんですけど、まあそこに入ってるのかね、まあ大体後日にこう請求書が届いたりするんですけど、今のところ届いてないんですよ。まあこのまま届かなければね、まあラッキーなんですけど。まあなので今回海外で先行発売されましたので、僕はそちらの方で買ったんですけど、まあ日本国内でも発売は12月の1日に予定されているので、まあそっちで買った方がまあ1000円ぐらいはお得です。まあ前回のこちらのクールグレーっていうところもね、おすすめではあるんですけど、やっぱり白ベースの方ですね、っていうのがやっぱり使いやすいかなと思いますので、本当におすすめの一足です。まあだから来年がですね、エアフォースワンの40周年なので、まあ今回のね、ミッドカットであったりとかをこう皮切りにいろんなモデルがね、いろんなエアフォースワンがこうリリースされるのを、楽しみにしています。で、あとちょっと前になんですけど、僕の持ってるエアフォースワンでお気に入りトップ10の動画も出しておりますので、それの、動画のリンクも概要欄に貼っております。ぜひこちらもご覧いただければなと思います。はい、ということで本日はですね、こちらニューキックスのナイキエアフォースワンミッドクイックストライクの NYC ホワイトでした。本日の動画が良ければぜひグッドボタンとチャンネル登録、そして通知もよろしくお願いいたします。また次回動画でお会いいたしましょう。 See you later. バイバイ。